この一台で数万人の人がね、利用できますから、で一人二冊、二週間借りられる。二週間借りる。でも子供たち二週間待てないので、借りた子同士でまた読みまして、それぐらいもんね、あっちの子供たちは本に飢えてるんです。読書が大好き。識字率が 97% 以上ですから、アジアの中でもトップ。はい、ですからミャンマー側の受け入れ体制が素晴らしいんですよ。どんなに私たちが送ってもミャンマー側がちゃんとしてくれなかったら無駄になるんですけれども、あちらで本当に活用してくださって。